落石注意の看板に落石して看板が潰れてるのとか。それじゃ元も子もねえじゃねえか。屋根ぶった切った軽トラに交通安全のお守りがついてた。屋根ぶった切ってて何気をつけんだよ。前さ、そういうネタやれよ。そっか。ここ行くんな。東京。リンゴ農家の跡取りとして生まれたミノルはお笑い芸人を夢見ていた。4時間ぐらい4時間かけてきた。聞いてくださいよ。ない僕の町なんで。どんなリンゴもそれぞれ違った良さがある。ミノルにしかできないことがきっとあるな。この前なんですけどね、朝家で寝てましたらね、ピンポンピンポンピンポンって言うんでね、全問正解したんじゃないかなと思ったんですよね。しかし何なんだろうな、舞台上だけど思ってねえもんな。何がお前だ父さんに。もうええに。お前の夢はどうしてリンゴは実るのか、よく考えろ。奉納祭まであと2日。人を笑わしてる場合か。それでいいの。バカにすんな。でけえ口聞いてんじゃねえよ。父さんに笑ってほしいんだ。信頼取り戻さんと。お母さんに聞かせて。よっしゃ、やってやる。どうしてリンゴが実るのか。ああ、まあまあまあ栄養はいるだろうな。お前ね、今日のネタ面白かったよ。分かってるよ、受けてんだから。違う違う、実るくんね。あ、うそ。誰かの思いに応えようとしたら人は変わる。リンゴも夢も実らせなさい。実りゆく笑顔にしたい人がいる。